トネチヤキは京都府続き郡田辺町出身のプロ野球選手。読売ジャイアンツ所属。2020年シーズンの後半には、投手登録のまま外野手として、イースタンリーグの公式戦に出場していたが、2021年から投手へ、再び専念している。妻は、ローカルアイドルとして活動していた、佐々木舞優。フィリピン系日本人である。 京田辺市立田辺中学校在学中は南京と NS ボーイズでプレー島根県の豪野川高等学校に進学してからは一年次夏の全国高等学校野球選手権島根大会からベンチ入りを果たした。公明が岩見里市水管高校に変更された2年次から AS の座を掴んだものの春夏とも甲子園球場の全国大会と無縁のまま。 日本大学へ進学した。日本大学では、一年次の春から、東都大学野球のリーグ戦に登板。リーグ戦通算で12勝14敗、防御率1.71という成績を残した。2014年の NPB ドラフト会議で、読売ジャイアンツから2巡目で指名。契約金7000万円、年俸1200万円という条件で入団した。 背番号は50。2015年にはオープン戦で好成績を残したことを背景に、レギュラーシーズンの開幕から一軍に帯同。3月28日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で公式戦デビューを果たした。その後も山口哲也やスコット・マシソンにつなぐ中継での登板が主体であった。9月12日の同カードで1、軍公式戦初勝利を挙げた。 最終的に46試合登板、1勝1敗1、セーブ5ホールド、防御率2.88を記録。オフに1050万円増となる、推定年俸2250万円という条件で契約を公開した。2016年には、春季キャンプ中の2月21日に、野球日本代表による台湾代表との強化試合に向けた日本代表チームのメンバーへ、 追加登録。6日の第2戦で6回裏に登板すると、1イニングを三者凡退に抑えた。シーズン中は、前年に続いて、中継主体の起用で一軍公式戦42試合登板、1勝、礼拝1セーブ5ホールド、防御率4.50を記録。オフに250万増となる、推定年俸2500万円という条件で、契約を公開した。 2017年にはシーズンを通じて不調だったが2軍のイースタンリーグ公式戦では42試合の登板でリーグ最多の18セーブを記録1軍ではチームのレギュラーシーズン最終戦でこの年唯一の白星を記録したもののわずか6試合の登板に終わったオフに500万円減となる推定年俸2000万円という条件で契約を公開 2018年には一軍の春季キャンプに参加していたが、終盤に A 型インフルエンザウイルスへ感染。その影響で調整が遅れたほか、左肘のコンディション不良に見舞われ、入団後初めて一軍公式戦への登板機会がなかった。オフに500万円減となる推定年俸1500万円という条件で契約を公開した。 2019年には、オープン戦期間中の3月18日に、MLB の開幕に連戦に向けて来日していた、シアトルマリナーズとのプレシーズンゲーム4回表1し2.3塁から、当番。後に開幕第2戦で、現役引退を表明する一郎から三振を奪った、他、2番からの打順で迎えた5回表を三者凡退に、抑えるなど、1回に、3を無失点でしのいだ。 そのまま、レギュラーシーズンの開幕を一軍で迎えると、一軍公式戦26試合の登板で8、ホールドと防御率1.99を記録した。しかし、通算投球イニング22回に、3で24支球を出すなど、制球面で課題を露呈した。さらに、5月に、右脇腹数、8月には、左肘内側の痛みを訴えるなど、戦線を頻繁に離脱。 9月19日に左肘有利軟骨の除去手術を受け以降はリハビリに専念した。オフに500万円増となる推定年俸2000万円という条件で契約を公開。2020年にはレギュラーシーズン開幕直前の6月6日に行われた練習試合で右ふくらはぎの張りを訴えた。その影響で開幕一軍入りを逃し、開幕後は イースタンリーグの公式戦にも登板しなかった。開幕翌月の7月中旬からは、投手登録のまま、3軍で投打の二刀流に挑戦。9月下旬からは、3軍の練習試合に指名打者や外野手として出場した。同月23日には、福岡ソフトバンクホークス3軍との練習試合で野手としての実戦初安打を打ち、左翼手として実戦で、 初めて外野の守備についた。イースタンリーグの公式戦にも野手として13試合に出場。打率152に打点という成績を残し4試合で外野の守備についた。しかし二刀流の難しさを痛感し11月のフェニックスリーグへ参加する前に首脳陣へ相談。結局翌2021年から投手へ。 再び宣言することを決め、200万円減となる推定年俸1800万円という条件で契約を公開した。2021年には4月20日の大阪神戦で2年ぶりに一軍公式戦へ登板。後に出場選手登録を一時抹消されたが、5月中旬に再び登録されると6月2日の対埼玉西武ライオンズ戦で自身4年ぶりの勝利を挙げた。 6月29日の対広島戦では、2回表の途中からシーズン13試合目の登板を果たすと、2回裏、西市2.3塁のチャンスで迎えた打席で、敵自打を記録。二刀流に挑戦していた前年にも達成できなかった、一軍公式戦での初安打、初打点をこの一打で記録している。投手としては、スリークォーターの投球フォームが特徴。 最速時速147キロメートルのストレートに、スライダーカーブチェンジアップを織り混ぜている。左打者としての豪快なスイング、身体能力の高さ、高校時代に対外試合で、通算39本塁打を記録した実績を買われて、巨人入団6年目のシーズン途中から二刀流へ、挑戦した。実際には3ヶ月ほどで挑戦を断念したものの、 左投手との対戦で内角攻めの後にスライダーを投げられて空振りを喫した経験から内角攻めの重要性、左翼守備中に見た投手の姿からマウンドでの立ち振る舞いの重要性を改めて認識。このような経験を生かすべく2021年シーズンから投手へ再び専念することを決めた。もっとも2021年に投手として登板した大。 広島戦で一軍公式戦初安打、初打点を記録した際には二刀流の経験が再び注目されている。ありがとうございます。